北大日岳の登山を終えて来町村へ帰ってきました。チェックインは12時から。こんにちは。はい。玄関。乾燥室は地下にあります。すいません。売店と喫茶があります。喫茶は19時半までの営業。素敵な談話室もあります。今回は男女混合の相部屋に泊まります。二人用の区画が通路を挟んで4つずつ並ぶ8組が同室の相部屋です。私たちの区画は2段ベッドの上段でした。お隣とは板壁で区切られていて、通路側はカーテンで目隠しできます。ハンガーとコンセントもあって結構快適でした。トイレは男女別のウォシュレット付き水洗のトイレで綺麗でした。洗面で歯磨きもできます。早速温泉に入りに行きます。源泉かけ流しの温泉と沸かし湯の浴槽と2つあってゆったりしたお風呂でした。ドライヤーもシャンプーもあって山小屋とは思えない快適さです。しかも翌朝7時まで夜間もずっと入浴できます。私は寝る前と朝と3回入りました。じゃあ、行けちゃうよ。やったって。最高だ。最高の休日だ。7時だって。昨日の4時55分、稜線が。明日。あ、ダメだ明日。すごい。父さんのは？お、肉。美味しそう。じゃあ。大盛りね。はい。これぐらい？はい。漫画盛り。漫画盛り。私生もらっていい？すごい生ビールが。生だぜ。最高っすね。ありがとうございます。やったー。いただきます。やっぱ生うま。お腹ペコペコ。いただきます。最高に美味しい生。最高だよね。足の量が違う。
めっちゃ寝てたけど起こしてくれてありがとう。よかった。すごい流れ星。ここまで綺麗になんか見たのってないんじゃない？ちょっと雲が出てきた。ね。おはよう。ちょっと無理かな。ちょっと無理か。こんな感じ。来そうで来ない。来そうで来ないね。最高な天気だな。大調査めっちゃ良かったです。温泉も朝入ってね、すごいロケーションも最高で。本当はね、今日昼から雨の予報だから帰る予定だったけど、この天気、雲一つない天気で欲が出たので、お山にだけ登って帰ります。じゃあ行きましょう。おー、もうすごい、昨日よりいい天気だもん。本当だね。めちゃくちゃ雲がないんだけど。雲がないよ。すごい青い空、もう最高すぎて幸せ。本当に雨予報かなこれ。本当に雨降るんかな。めっちゃいい天気。あそこまで行く、お社があるとこまで。一ノ越山荘から山頂までは1時間だから、
一ノ越山荘に荷物をデポして登る、往復2時間ね。めちゃくちゃかっこいいな。大日岳、北大日岳、もうすごい綺麗。昨日登った道、見えてる。結構歩いたね。最高の景色だね。今からそこの小山まで行きます。最高の景色よ。何枚も写真撮っちゃうんだけど同じ写真よ。じゃあ御栗ヶ池に寄り道して小山行こう。御栗ヶ池温泉。風もないし。あ、本当だ。ちょっといいんじゃない。うわすごい。わあ、でも逆光だね。まだこの時間だと。よし行こう。最高すぎんか。最高だけど雲が少しずつ上がってきてる。早くもあっちの槍ヶ岳とか見るの楽しみ。登りしか登ってないから、今回小山ピストンで初めて小山下るから、ちょっとあの急なさ、結構怖い。結構怖いよね、岩の急な下りになるから気をつけていこうね。結構ざれてるとこもあるし。そうだね。登り1時間下り45分とはいえ、あそこで転倒したらもうもうちょっときつい。あれ生死に関わる怪我になるから、ゆっくりゆっくり慎重に行こう。渋滞するとさ、でもこの時間まであれか、トロリーの人たちが上がってきてないから少ないんじゃ、室堂が。そっか、そういうことか。人が休みなのに人が少ないなと思った。そういうこと。そうだ、これからか。うん、これからだ。今日はもうさ、お花に目もくれず歩いております、ここも十分か。お花いっぱい咲いてるけどね、かわいい。もう最高だな最高しか言えない今日はもう立山いい思い出しかないね。3回目、人生3回目の立山、今回が一番最高にいいかな、かもしれんあ、かわいいやっぱりかわいい言っちゃうな いい天気だよ、もう素晴らしい景色。
ぱり立山は広角にしがちだな。広大すぎて画角が収まらない。設計まだ雪が。人だな。渋滞してる。うちの腰、酸素ついた。向こうは雲が。ああ、見えない。ああ、雲に隠れてる。だけど、すごろくとかじゃないのあれ。笠ヶ岳でしょ。今雲に隠れちゃったけど。人がいる、ね、行く気ある？はい、ご褒美がないのに行くしかないかって言えないんです。目の前に人参がないと走れないんです。何も言えないよ。ダメだ。真っ白だ。お山到着、真っ白。三角点。何も見えない、何も見えない。残念。悲しみ。花が綺麗。山は見えぬが。
期の時はさやってなかったけど、うん、今日は夏だからやってます。トイレもある。本当だったらこっから穂高槍が見えています。秋にはねここから同じ重装したけど、ここからの景色も真っ白、残念。あーでもかろうじて室堂が、あ、ちょっとだけ、でもここからはちょっとねだいぶ険しくなるから、ちょっとここからはもうね今回は行かず、ここから下山して帰っちゃうけど、あ、始まった祈祷が。だけどガスだから、こうやってね、私たちに見えないからいいなと思ってさ、見て、やっぱ夏山シーズンはお金入らないと入れないんだ。ガーンだな。お花畑が綺麗だね。はい、お山からは残念でしたけど、まあしょうがない、はい、下山します。何も見えない。でも初の小山下山だから、そうだね、ちょっと気をつけていって。はい、なんか小山からこんな素晴らしい景色があって言いたかったのに言えなくて残念だね。本当に真っ白な、ちょっと真っ白。ちゃんとマーキングがさ、うん、すごい歩きやすいルートになってていいね。うん、じゃあ初心者向けなのかな。うん、そうだね。まあ急だけど、うん、慎重に登ればそんな危なくないから、うん、同じ小山から先はさ危険だけどさ、うん、やっぱり登山慣れてない人じゃないとって感じだけど、ここまでだったら往復登れるね、うん、ゆっくり行けば、うん、晴れてきた。晴れてきた。青空一気にそんな清少な清少なおかわり どうなの。いやもう絶対嫌だもう登りたくない。おかわり大山嫌だ。お父さん行っとこや。俺も全然行く気はないから。あった。私のザック無事でした。はぁ、混んで。はい。帰りましょう。全然景色が違うね。いい2日間でした。うん、お花の季節がやっぱり最高にいいね、と立山。そうだね。秋の紅葉もいいけど、うん、やっぱり私はお花の季節がいいな。うん、すごいよだって。かわいい。ありがたみがなくなるぐらいめっちゃ咲いてるもん。うん、
すごいじゃん、うん、からのだよ。はーい、室堂のバスターミナルまで戻ってきました。今11時10分。もう今回2日間もう最高の夏休みでした。お花が素晴らしかったです。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。体調報告に参りますちょっと見てみたいから興味があるので、自然保護センターちょっと寄ってみましょう、時間があるから。ライチョウを見たんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やった、ゲットしましたカサガタケ、あれ見えてた。ここにリュックをデポしてもよかったね、うん、あ、はい、ありがとうございます。はい、美女平直行便となります。